自分次第でどこにでも行ける。宇宙を突き抜けてどこまでも僕は笑う。この笑顔で世界を変えてゆくんだ。走れ笑え。はい、どうも。はい、どうも。世界数少ない100億人のカラコンでも皆さんおはようございます。世界10億人のファンがいたらいいな、西です。はい、おはようございます。10月12日かな、ですね、12日だね。はい、うん、今日の予定どんな感じですか？今日の予定は、はい、もう台風が来ちゃうんでね。そうですね、もう一日中、うん、雨も結構降ってますからね。うん、はい、ね、今ね、僕ら福島にいるけど、はい、うん、もうかなりの雨よ。もう雲でなんか先の方見えないしね。今日、うん、海行きましょう。おーよし、海子ちゃん、海に潜りに行きましょう。そうするか、サザエ取ろうか、サザエと、海と、アワビと、そう、こいつこそ、逆にバカ野郎だよ。台風来てんのに誰が行くんだよ。いや、無理しょ、それは、うん、今日はまあね、いろいろ調べ物とかね、したりとかね、うん、でね、僕は行きたいなと。うん、まあ、でもパチンコ屋のまあ良さそうな店の情報も調べたし、うん、あとはまあ先ほどホテルもね、うん、2日後から、なんとダブルしか空いてなかったんでね、14連泊連続ダブルでちょっと楽しそうな毎日を始まりそうですね。ねえ、なんとかね、ダブルじゃないとこないかなと思って探したんですけど、まあないんだよね。いやね、うん、なんだろう、紅葉の時期だからかな。なんか新しいことが見つかるかもしれませんね。できれば見つかってほしくないんだよね、本当にね。うん、ノーマルでいたい。あ、そうですか。ということで今日はもう編集付けですね。はい、うん、うん、じゃあ僕は隣で頑張れ頑張れって言っておきますわ。オッケー、ありがたい。はい、じゃあさよなら。お気をつけて。はい、伊藤君、どうも、こんばんは。こんばんは。10月12日ですね。はい、ですね、はい、はい、今日はもう今夜の10時半なんですけど、うん、台風上陸してるんですか、福島は。福島はまだなんじゃないかな。うん、関東はもうね、結構もう SNS 開いてもそれしか話題がないぐらいでね。まだ笑っちゃいけないで、不謹慎だよ、不謹慎だよ。お前は。いやいやいや、でも今ね、関東は台風の目に入ったかなんかで雨止んでるらしいよ。うん、うん、でこっちもなんか30分で1回ぐらい警報音が携帯から鳴って、なってるね、うん、もう分かるわって一回言ったけど、笑うじゃないよ、笑うじゃない、だから笑うじゃない、笑っちゃいけないですけど、はい、もうね、教えてくれてますから。 ありがたい、本当に、うん、ちょっと前だったらね、こんな警報なんなかったでしょ。いや、そうですね、ね、うん、相当警戒のね、なんかこうレベルがアップしてるみたいな、うん、そんな印象を受けたけどね。そうですね、うん、ありがたいですよ、ありがたい、うん、これが映画館だったらちょっと俺はかなり困ったもんすけどね。笑うことじゃないんだよ。笑うことじゃないですよ、笑うことじゃないですよ、皆さん。3回目だよ、お前。やめろ、俺まで笑っちゃう。ああ、そう。この話終わり、この話終わり。この話終わり。はい、はい、ですね。今日何してました？今日は、うん、まあ、編集とアニメとツイッターだね。あとずっとバスケットボールのやつ見てたな、俺。結構充実してますね。充実してたね。ね、でもめちゃくちゃ僕から見る限り一生懸命やってくれてますから、編集を。そう、頑張ったよね、うん、最近の楽しみが増えたんですよね、僕ね、うん、お、何ですか、うん、あの YouTube スタジオのね、うん、あのアナリティクスを見るのがすんげえ面白くて、ずっと見てますよね、ずっと見てる、うん、もうね、あの分かるかな、インプレッションとかクリック率だったりとか、うん、いろんなね、専門用語出てくるんだけど、うん、あれがね、もうリアルタイムに変わっていくんですよ、うん、あ、今視聴者数10人増えたとかさ。そういうのはね、もう秒単位で分かるわけですよ、うん、もう楽しくしょうがない。いちいち、カラコちゃん、カラコちゃん、55歳の女性が登録したとか言ってきますからね。そうそうそう、次7% に増えたよ、65歳以上の人も増えたよとかさ、そんなことばっかやって、うん、まあね、これもっと上げてってね、うん、1万人とか越していったらね、もっと楽しくてしょうがないですよね。だって新機能解放されるんですよ。え、新機能解放されるんですよ。新機能解放してた、あのチャンネル登録者数が1000人超えてくると、うん、はい、
あのカード機能っていうのがね、カード機能、うんうん、あのなんかさ、今動画をじゃあ1本上げました、うん、で最後の方にリンクつけたりするじゃない、うん、おすすめ動画とかって、うんうん、でそのカード機能っていうのは動画のどこのとどこでもおすすめ動画をあのインフォメーションできるっていう機能です。たまにどうだな、なんか上にさ、おすすめと愛のあの愛丸っていう、はいはいはい、あれがピコンって出てきて、はい、おすすめ、こちらもおすすめみたいな、そう、あれが使えるようになるんですよ、そうするとね、もっといろいろできる。ちょっと全然何とか言うか分かんないめっちゃ早いって言ってたしまあいいけどね、そこは全然分かんないですけど、はい、僕が分かってるやん、いい話じゃないんだけど、はい西村さん自身でもね、なんか YouTube チャンネルを開設して、こういう風になんか変わってきますよみたいなね、うん、これから YouTube を発信しようと思ってる人に向けてやっていく動画ですかね。そうだね、うんうん、だしね、YouTube の裏側を知らない人っていっぱいいるし、興味ある人いるだろうからさ、うんうん、そういう人にもいいんじゃないかなと思うね、うんうん、確かにね、うん、僕もまあ実際旅に出る前はまあ全く YouTube 見ることはめちゃくちゃありましたけど、やるってことはなかったので、うんうん、はい、だからこれから1年やって実際こうなったっていうのをね、うん、分かると思うんだよね、うんうん、めちゃくちゃ貴重な、ね、情報になると思うんだよね。ですよね、そういうのって、はい、うん、そういうのを伝えられるかなとは思いますね、うん、はい、うん、まあ明日も台風で、まあ、多分動けないと思うので、うん、はい、今のうちに、まあ、ピンチかもしれないですけど、本当はもうね、福島に次の日からパチンコ予定でしたけど、うん、本当ね、ある意味ピンチかもしれないですけど、これはまあチャンスでもあるのでね、うん、うん、そうね、うん、今にしかできないことをしっかりやって、うん、はい、まあ、明日からはもう打っていければいい、そうだね、いけたらいいなとは思いますね、うん、だね、はい、まだ一回持ってないもんねこっち来てね、そうですね、うん、はい、負けまくってんのにな、うん、まあまあまあ、まあまあ、まあ、それはお伝えしましょう、うん、うん、はい、ですね、はい、はい、はい、ということでね、雨の中到着しました。すごい道走ってきましたね。ねえ、いや、ほんとかなり田舎の奥行ったところに来て、うん、しかも途中めちゃくちゃ雨降ってくるしね、え、まあ、お店の人が教えてくれたね、ゆず、沢の茶屋さん、これね、はい、沢の茶屋、はい、うん、どんなお店なんですか。これまあさっき聞いた感じだと、あのゆずおにぎりとか、あとなんか味噌田楽みたいな、ああいうものだったりとか、もう、はい、メインは郷土料理を扱ってるって、そういうお店らしいです。あ、郷土ハンターですもんね。郷土ハンターですから。郷土ハンターの人は行った方がいいですね。俺こういうとこ大好き。よっしゃ、もうお腹すいたし、もう閉まっちゃうから行きましょう。あ、行こう。今日は台風営業で15時までらしいですからね。あ、そうですか。ええ。はい、ああ、なんか門構え立派ですね。うん、よいしょ、こんにちは、どうも、ミシです、はい、知ってます、うん、ちょっとなんかね、お店が静かだからちょっとあんま声あるとあれかなと思う、確かに、うん、この音量でいきますけど、はい、まあ、先ほどね、あの入ったゆず、サワの茶、うん、ですね、はい、あのね、あのちょっと周り、あ、ちょっとなんかだけど、まあ、すごい自然の中でね、とてもいいです、うん、でこれね、今あのなんだっけ、盛り合わせコース料理頼んだんですけどね、うんうん、あの盛り合わせが先に来ました。美味しそう、でこれはつくねだもんな、見る感じ、つくねと卵とで、これおから、うん、でこれずんだ、あの枝豆で、わさびじゃないですか、わさびじゃないね、色はすごい綺麗だけどね、うん、枝豆で作った甘めのなんか食べ物みたいですね、はい、茶屋御膳、茶屋御膳、茶屋御膳、今、おにぎりいます、おにぎりですね、美味しそう、うん、すごいですね、これなんだろうか、豆腐だな、これ豆腐だな、うんうん、で、砂糖芋、なんだいこれは、皮魚なのかなちょっとわかんない、これ、うん、で、半分ですね、半分、はい、そう、うぃー、おにぎりが来るみたいなんで、ちょっと待ちましょうか、そうね、すぐ来るのまた新しいのが来ましたよ、新しい来ました、はい、僕のは多分これで出そったのかな、出そったのかな、うん、で、プラスデザートが後に来るという話です、うん、ですね、はい、今来たのが来たのがこれね、
キノコの和え物の。これキノコね。うん。これはまあ、漬物。で、これね。これ看板メニューというか、これが有名なのかもしれないですけど、水おにぎり。水おにぎり。はい、美味しそう。と、味噌汁。ああ、はい。なめこのお味噌汁です。はい。私ですね、はい、食いしん坊の私すいません、ここはこれですか、はい、いただきます。カレーについてます、お豆腐になります、ね、あー、いいっすね、すげえ量だね。改めて味噌汁、はい、うん、味噌汁も2個、はい、いいね、味噌汁2個付きで今日飯食わねえって言ってた人の量じゃないですね、これ本当だありがとうございます。デザートだけですね。デザートが、はい、ありがとうございます。回りました、はい、では僕のもね、あの食べ物も出揃ったみたいなんで、まあ、デザート後で来るみたいですけど、はい、まず全容ね、まず全容ね、全容、はい、全容、全容これです、はい、はい、どーん焼きおにぎり、カレー、豚汁、味噌汁、豆腐、いろいろ、団子、卵、なんだこれ、まあ、横からわさびじゃないやつ、そうだな、野菜、なんだ団子でしたね、はい、朝あの今日何も食べなくていいやって言ってたんですけどね、結局こんぐらい食べるっていうね、僕断食2時間、ね、2週間とかやったことあるんで大丈夫ですよとか言って、うん、ね、ということでじゃあこれからねいただきましょうか、はい、いただきます。まあ、団子とは有名そうだね。団子食べますかね。はいはい。あ、うめ。そう、団子？団子じゃないですか、これ。里芋じゃなくて？里芋です。同じです、僕の中で。あ、そうなんだ。それはすごいね。うん。最高ですわ。最高。うん。あ、いい。甘い。あ、いいね。甘い里芋いいね。豆腐。はい、あ、どうも。はい、お豆腐。あ、美味しい。美味しい。やっぱり豆腐に一番合うのは味噌ですね。ああ、そうね。うん、味噌どうよ、どんな味噌？味噌、甘いっすわ。甘い。うん。やっぱ味噌田楽的な味なのかな。うん。多分。多分。うまい。はい。よかったよかった。焼きおにぎりだと色ですか、ちょっと。あ、いいね、いいですよね。面白いね。名物、名物みたいなのか。うん。こんな。うん、あ、豆腐うまい。これ分かります？なんか多分、うん、なんすか、炭で焼いたような焼きおにぎり。ああ、じゃあ香りがいいんだ。あれ、あれです、あれ、あれで多分焼いてますね。あ、こういろりでね、いろりって言うんすかね、いろり、いろりじゃない、うん、前歯焼かれる。あ、カレーもいっちゃっていいですか。カレーもいっていいよ。まあ、なんかすげえいい香りする、そのおにぎりか。あ、美味しい。キーマですね、これは。キーマ、うん、カレーも食べてよかったわ。ああ、よかったね、はい、以上です。はい、ありがとうございました。はい、じゃあいただきます。はい、僕は腹減ってるんで、パッパ返します。はい、何ですか、今食べてるのは。これね、味噌汁ですね。味噌汁、味噌汁からいきます。なめこの味噌汁、はい、はい、はい、うん、あったまらないね、うん、豆腐はね、あの普通は仕掛けてもないけど、なんかこのすくったような大豆腐になって、うん、うまい。なんか歯応えっていうか固めのね、固めの豆腐、はい、おいしい。何しようかな。ずんだいこうか、ずんだいってないもんね。そうだ、迷うと親に怒られますよ。え、親に怒られますよ、迷わないって。そんな迷い橋って言うんじゃないですか。ああ、わかんない。はい、いただきます。うん、あ、甘い。甘い。うん、たまにわさびですけど。色はね。うん。まあ、ずんだ餅ってね、食べたことみんなあると思うんですけど。いや、僕ないですね。お、マジで？うん。あんなに美味しいお餅を。うん。まあ、もうまさにあんな感じの味ですね。うん、甘くて。迷いました。はい。お魚行こうかな、それ。これ気になってたんだ。確かに、うん、何の魚かはちょっと僕は分かんないです。いやいや、うん、いただきます。ダメだ。あれ、
めちゃくちゃ相性いい、このお味噌と、うん、半端じゃない、あのね油がすんげー乗ってんだ、この魚いいな、うん、でそこに甘いお味噌だからさ、うん、なんかこう中和されてすごくいい味になってるよ、うん、まとまりがある、すんげーうめそう、あとなんだ、あとなんかキノコかな、キノコ、キノコ、これ最後にしよう、はい、はい、これキノコのあえもんです、うんうん、箸休めにちょうどいい、あ、いいっすね、うん、OK、じゃあこれ全部いただきたいと思います、焼きおにぎりもちょっと食べてほしいですね、そうね、うん、こさっきね、カラオさん取った時すんげえ匂いしたんだよね、うん、いい香りがさ、いい香り、じゃこれね、いただきます、硬い、でもね、何口でガチってこういった瞬間からもうそういうの香りがふわって変わってきて、で今噛んだんだけどさ、多分中身到達しないんだけど、うん、あの柚子の香り後から追っかけてみる、確かに、うん、追い柚子ふってくる、はい、うん、言えばよかったそう、これが美味しいんだろうね、きっとね、うん、中に昆布入ってません？昆布？ちょっと割ってみようか、うん、あー、くちゃくちゃになっちゃったけど昆布入ってた、ほら、昆布がおしゃれなんですよね、うん、そういうところちょっとレポしていってくださいねすいません先輩ありがとうございますこれね、昆布ね、じゃこれもじゃあいただこうかな、もうボロボロになっちゃったけどね、うん、ごめんなさい、落ちてますけど、あれだ、昆布がとんでもなく柚子の香りがする、昆布に塗りつけてるんだかもしれない、うん、柚子でつけてるのかわかんないけど、うん、すんげえ香りがダイレクトって、うん、とても美味しいです、よかった、うん、最高です、うん、ちゃんと食べましょう、食べましょう、はい、ね、じゃあ切ります、行ってきます、はいはい、どうもどーん、どーん、はい、どーん、はい、はい、どーん、これね、これ、まあ見て分かる通り小豆だと思うんですけど、あ、小豆ね、うん、はい、小豆なんですけど、あの、うん、これはおしるこです、おしるこおしるこなんです、おしるこだった、はい、おしるこなんだけど、小豆がもうバカみたいに入ってるみたい、うん、こんなんあんま見たことないね、あの、缶に入ってるやつぐらいでしか見たことない、うん、とりあえずいただきます、はいはい、もうなんか刺した瞬間分かる、もうサラサラ、うん、普通なんかぬめっとしてんじゃん、確かにね、うん、甘いやつのさ、うまい、あのね、上品な甘さだね、ああ、うん、湯気立ってる、湯気立ってる、あれ、こうお餅ね、まあ、やっぱりね、うん、下に入ってましたね、ね、この可愛らしいお餅ね、うん、はい、いただきます、あかか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 かうん、まあお餅ですよね、美味しいです、はい、以上今日の昼ご飯でした、帰ろうと思ったらデザートがありましたんで、来ました、忘れてましたね、はい、食べましょう、はい、それなんですか、まずこれが分からないです、分からないそうですね、はいはい、これが分からないです、おお、それも分からないね、はいはい、これはブドウです。唯一ブドウだけ分かりました。ブドウだけ分かりました僕は、はい。梨かもしれないですね。これ一個かな。梨ね、はいはい。あ、うん、梨っぽい、ね。梨です。梨。あ、よかった。見つけました。よかったよかった。梨でした。はい、最後なんでしょうね、最後ね。食べたら分かると思いますこれ。はいはいはい。わかんないです。まあ僕実はさっき聞いてたんですけど、あ、聞いてました、はい、あの抹茶のババロアです、あ、抹茶は聞いたことある、ババロアわかんないけどどっちも有名ですけどね、うん、美味しいです、美味しい、入れるのは、あー、よかった、うん、プルンプルンだね、うん、美味しそうだな、あ、美味しい、あ、よかったね、現場から以上です、はい、チャンネル